こんにちは。こんにちは。はい、はい、今回もこの時間がやってまいりました。はい、インドネシアから来てくれたイルワン君と、イルワンです。私、トネのマジマトで、トネのちょっと面白い工具、使える工具、便利な工具を紹介していきたいと思います。はい。はい。じゃあ、マジマさん、ここ、スパナー、メガネ、コンビネーションスパナー。そうですね。これはどうですか？今回はですね、はい、ちょっと趣向を変えて、はい、トネのチタン工具をちょっと紹介したいと思います。チタン。チタン。チタン知ってます？チタンですね。そのチタン。ぼんやりしているようです。チタンっていうと、例えばゴルフクラブだったりだとか、あとレーシングカーのパーツ、レーシングバイクのパーツとかによく使われていることがあって、そうですね、F1 カーなんかはもうチタンがいっぱい使ってますし、例えば宇宙に飛ばすロケットなんかにもチタンがいっぱい使ってあるわけですよ。で、まあチタンなんでいいかっていうと、とても軽いと。軽いですね。軽いんですよ。で、また磁性があるところでも使用ができる。例えばこう電磁石がウィン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 言うてるところでも、鉄の工具だとガチョンってこうくっついちゃうんですけれども、チタンだともう磁性に侵されないので、そんな中でも作業ができると。あと、とても耐食性に優れていると。薬品とかにも強いですし、とても錆びにくい。錆びにくい。錆びにくいですね。とてもいいですね。じゃあ、もう全部工具チタンでいいじゃんって。そうですね、そっちの上ですね。ねえ、はい、いいんですけど、すごく高いんですよ。めちゃくちゃチタンというと、もうプレミアム感がもうすごいっていう。で、まあチタン何があれかっていうと、もう加工がとても難しいと。で、その難しい加工をクリアして、かつ実質強度もクリアして工具を形作るという。なんで、まあ一般ユーザーにはあまりこうチタン工具馴染みがないかもしれませんけれども、さっき言ったようにこう磁石がウィンウィン言ってるところでこう作業しなきゃいけないとか、あとは薬品関係とかですね、もうクリーンルームの中で作業するってなると、チタン工具じゃないとダメっていうところもいくつかあるんですよね。うちのトネのヒット商品の中にもチタン工具がありまして、それがこの篠付きメガネレンチなんですよ。篠付き、で、これはどういう方が使うレンチなのかなっていうと、例えば高所作業で鉄骨をこう組み立てていくような方、要は飛び職の方ですね。そういった方がこう高所にこう持って上がって、こうボルトをキュキュキュと締めるようなシチュエーション、でその時にチタン篠付きメガネレンチっていうのが活躍するんですね。で、まあ、当然あの鉄で作った通常の篠付きメガネレンチもあるんですよ。イルワンさん、ちょっと持ってみてください。はい、いきます。ああ、全然違いますね。こっちの方が軽いです。軽いですね、はい、ただそれは画面の向こうの方に伝わらないので、こんなのを用意しました。ああ、じゃあこっちの方にチタンの工具を乗せて、はい、こっちの方に鉄のメガネレンチを乗せるとこ、ボンと。ああ、もう圧倒的に軽いですよ。鉄の方だとおよそ 1kg ぐらいこのレンチあるんですけれども、チタンになるとおよそ 540g の、だからおよそ3分の2の重さで済むわけですね。とても軽いですね。とても軽いです、うん、とても軽いし強いし、プレミアム感あるんですけれども、やっぱ高いっていう、そういうアイテム、まあ一種のステータスみたいなところもありますよね。そうなんですね。いつかはチタン篠付きメガネレンチ、欲しいですね。欲しいですね、イルワンさん。ぜひ鉄骨組み立てるときに、はい、イルワンさんこれを厳守しちゃってください。はい、やってみ、変えてみたいなね。というわけで、トネは、チタンの加工技術もとても優れているということで、今回はまあそんなご紹介をしました。はい、イルワンさん、分かっていただけたでしょうか。はい、わかりました。というわけで、このチタン篠付きメガネレンチ、ちょっとチェックしてみてください。はい、チェックします。